えー、はい笹川です、えーと。このところプログラムにハマってますけれども、えー、とちょっとこま切れ事件、ほんの,あの10分ぐらいこま切れ事件時間ができたものですので、えー、ご紹介します。やってることはね、今これ、えー、連想計算と言われるものですね、フブナチ数列を計算するコードなんですけれども、えー、いちいち計算していると重複した計算が多いものですので、非常に効率が悪いと。 でそこでその、えー、と連想計算というものを、ね、黒川俊明先生の方に出てきますけれども、えー、計算したものはアサート A を使って、えー、登録をしておくわけなんです。でそうすると えっといちいちそのもう一回計算しなくてもそのデータベースにあれば、事実として登録されていればそれを使えばいいと、えー、計算効率はぐったがりますよって言うんですけれどもで、問題はその、えーっと、昨今のです、ね、モダンなプロ,ログ処理系はです、ね、存在しない、えー、実語に対してはエラーを返すようになっているんですよ、えー、FIB1 ンってところに登録するんだけども、対象段階で FIB1 ンいのは存在しないもので。 エグジスタンスエラーなんですけどもそこを一つあの N プログでは、えー、とあアリティプログに習ってもう一つ実行を追加しましてイグジススエラーってので第2引数で NO を与えるとエラーを起こさなくなるようになります。第1引数が今の設定 第2期数は、えー、今後こういういいにしてしてほイエスかノーかで設定を当たるようになってイエスだとエグジスタンスエラーを起こしますし、えー、ノーの場合エグジタンスエラーを起こさない昔ながらの,あのプロログを味わいたければノーにしてあげればいいんですね。 えー、でそうするとフィブ1があ存在しない最初の段階でもエラーにならないのでこれが起き出しますよとで何を狙っているかというと N プロログというのはあの動的なコンパイルができないものですので、えー、これを、うん、とアサートするのを FIB1 じゃなくてフィブにすれば エ,スタンスエラーは起きないんですけど、も、そ動的に動いてくれないと困るので、コンパイルが対応できないものだから、いい方はないかなって考えててあ、そうだ、別実行にすればいいんだけれども、えー、と昔ながらのアルティプログとかだったら動くんだけど、どうしようかなってんで、えー、とちょいとこうあの追加したものなんですね、えー、確かね。 ういアズプロログとか昔ながらの存在しなければ脳を返すようになったように思うんですけどねえっ、ー、と以前の1998年代のプロ,ログってそういうのが多かったんじゃないかなと思います、えー、といの理論的にも排中率平世界仮説からすると存在しないものは偽、えー、であると存在するものは真であるみたいな。 考え方は言ったんじゃないかなと思うんですけれども実際的なプログラミングってことを考えると存在しないものにノーを出されてしまうとタイプミスで打ち間違えてるのまでノーになってくるとデバッグがすごい大変なんですよね。 どえそんなところで脳を返したのこれうっかいミスなんだけどみたいな出てくるもんですから、えー、現代の ISO プログラムは、えー、ともう全部それイギリスタンスエラー存在しないよってエラーを返すことにしているんですけれども、まあ、昔懐かしい行動を動かすのにこんなのもあってもいいかなみたいなことでね、えー、やってました楽しんでましたこの辺のところはあのメディウムで、えー、英語版で投稿しておきましたので。もし ご興味ありましたらお読みください、えー、どんなもんかなと思って、レディットプロログだと古い人たちも結構見てらっしゃるみたいだから、プロログ版のとこに投稿したんだけど、今ところ全く反応がないですね。<laughs> 面白くて平成界仮説をどういうふうにプロログが捉えるのかっていうんで、誰かを面白がってくれたらいいな,なと思ってるんですけども。というわけであ、はい、これからちょっとお仕事出かけなきゃいけないんで、それじゃあ。